m 2 4軽戦車。M24 チャーフィー系戦車。英語、ライトタンク M24 は、第二次世界大戦において、アメリカ合衆国が使用した、軽戦車である。愛称は、アメリカ軍戦車開発のパイオニアであった、アドナ・ R ・ール・チャーフィー・ジュニア将軍にちなみ、チャーフィー、チャーフィーと名付けられた。M3、M5 系戦車シリーズの更新用として、気候作戦において、 より広範囲な任務を遂行できる新型戦車として設計、開発が行われた。GMC キャデラックモーターカー製造部とマッセーハリス社により約4700両が生産され、アメリカ軍の他に戦後は西側諸国に広く供与されて長らく使われた。アメリカ陸軍では1942年に北アフリカにおいて、 ドイツ軍と戦闘を行ったイギリス軍所属の M3、軽戦車の運用実績などの調査を行い、新たに開発される軽戦車には 75mm 程度の戦車砲を装備し、強力な装甲を持たせることが要求された。これは従来の 37mm 砲では、鉄鋼弾による対戦車戦闘にも榴弾による対戦車砲の制圧にも、 全くの威力不足であったことが理由となっている。これを受けて 75mm 砲搭載の軽戦車として T7 が試作されたが、あまりにも多くの要求を盛り込んだ結果、T7 は重量は最終的には25トンに増大、M7 中戦車として採用されはしたものの、ひどく中途半端な車両となってしまった。そのため、M7 抽戦車の車体レイアウトと、 M5 軽戦車の走行装置とエンジンを用いた新たな軽戦車 T24 の開発が決定されたツインキャデラックシリーズ 44T24 エンジングロス出力286馬ネット出力220馬力は従来通りだが変速機はキャデラック製ハイドラマチック自動変速機全身4速更新1速にイロー切り替えの副変速機を追加サスペンションには 垂直渦巻きスプリングのボギー式を止め、トーションバー式を採用した。これらの組み合わせは、後の M41 系戦車に採用された、超新地旋回もできる、クロスドライブ式ほどでは、何せよ、路外機動性、操縦性に優れた機構となった。また、副操縦試兼前方機重手の席にも操縦装置が備えられ、こちらの側でも、同じように操作できた。 重量を抑えるため、砲塔棒立てを除く、装甲主要部は 25.4mm と、m 3 a 3軽戦車や m 5軽戦車同様だが、車体、砲塔ともに格段に、大軽視が優れたものとなっている。最も軽戦車の限界で、朝鮮戦争で T-34 の 85mm 砲の、榴弾に撃破されるレベルであった。また、 M4 中戦車用の 75mm 砲と同じ砲弾を使用しながら同心中対複座方式でコンパクトにまとまった軽量な 75mm 戦車砲 T13E1 が試作され試作型の T24 では M5 量産型の M24 では M6 と命名して搭載されたこれは当時使用されていた B-25H 爆撃機に搭載されていた案 M9 がベースとなっている。T24 の試作車は1943年10月に完成し運用試験が行われた。翌1944年3月より生産を開始、1944年4月から1945年8月までに4731両、GMC キャデラックモーターカー製造部3961両、 マッセイ・エ、ハリス社、770両が生産された。本社は1944年末よりヨーロッパに送られ、最初に部隊配備された20両が、バルジの戦いでウイジンを飾った。気候師団戦車大隊と機械化機兵偵察大隊の、軽戦車中隊に配備され、ドイツ軍の4号戦車を撃破している。以降、配備された車両の少数が実戦を経験し、 1945年3月初め頃には、ドイツ国内のドマゲン近郊で、第四機構偵察大隊海中隊の M24 が、榴弾の爆発の衝撃での車内の即横弾薬を誘爆させる手段で、ティーガー戦車2両を撃破したことが記録されている。しかし、それまでの、ずんぐりしたアメリカ戦車と異なり、敵のパンター戦車のようなスマートな形状ゆえ味方から、誤射されることもあり、 パンサー・パプス、小兵などとも呼ばれた。イギリス軍へも289両が供与されたが、実戦投入前に終戦を迎えた。またレンドリースの参考用として、ソ連軍にも2両が送られ、全体的に高い評価を得たものの、すでに軽戦車という、ジャンルそのものが、装甲も火力も力不足であるとして、それ以上の供与が求められることはなかった。製造された M24 のうち、 1946年から1950年にかけて1600両ほどがオーバーホールと近代回収を受けている。第二次世界大戦後もアメリカ陸軍は主力軽戦車として M24 軽戦車を使用していたが、朝鮮戦争において T-34 から85を相手に苦戦を強いられ、第二次大戦後に開発が始まった。 戦後型軽戦車の M41 軽戦にその座を譲ることになる。また、フランス軍に供与された車両は分解されて、ベトナムに空輸され、ディエン・ビエン風の戦いでベトミンと戦った。その後、南ベトナム軍もフランス、撤退時に残されたうちの残存車両で43両ほど、やアメリカ、追加供与で32両から得た本車を装備して、北ベトナム軍や、 南ベトナム解放民族戦線と戦ったが、1965年から供与の始まった M41 と交代して、空港や施設の防衛任務に回されていった。前述の国以外にも M24 系戦車は、イタリア50両、イラク78両、イラン180両、ウルグアイ17両、エチオピア34両、オーストリア、 54両、オランダ、50両、カンボジア、36両、ギリシャ、170両、サウジアラビア、52両、スペイン、180両、タイ、20両、台湾、292両、トルコ、114両、ノルウェー、72両、パキスタン、282両、ベルギー、130両、ポルトガル、16両、ラオス、 四両といった西側諸国他に供与され、1970年代から1980年代まで使用され続けた。中華民国国軍、台湾軍の車両は、金門島及び、馬祖島で2000年頃まで、現役装備として、統治下に収容されて配備されていた。現在は引き上げられて、博物館に展示されている。日本には、 警察予備隊の創設とともに重装備の一つとして、本社の供与が決定され、1952年3月から8月にかけて、最初の引き渡しが行われ、最終的な供与数は238両だった。ただし、同年10月の保安隊発足に伴い、実質的な訓練と部隊編成は、保安隊発足以後に行われることとなった。導入当初は、 憲法9条との兼ね合いから、戦車ではなく、特車と呼ばれた。最初の40両は、相馬ヶ原で編成された、特別教育隊と普通科連隊第14中隊に、少数ずつ、分散装備された。後に、核師団戦車大隊向けに375両が、供与され、同じく供与されていた M4A3E8 と共に、初期の陸上自衛隊の気候兵力を担った。 小柄な車体から M4 に比べて日本人の体格に合い、操縦性、等破性など、敵車に近いと高く評価された。大型の M4 が在北海道部隊などに優先配備されたのと異なり、小型軽量の本車は全国の部隊に広く配備され、創設間もない陸上自衛隊の代表的な戦車、装備当時の故障は特殊となった。 1961年からは m 4 1軽戦車及び61式戦車の導入が進められて本社との装備更新が進められ1974年には最後の車両が退役している退役した車両は順次返還が行われたが少数が現在も日本国内に残存しており富士駐屯地をはじめとして陸上自衛隊駐屯地の展示品として保存されている M24 は、車体を流用した各種の派生型が開発された。40mm 連装降車機関砲を搭載した M19GMC、ガンモーターキャリッジ 105mm 榴弾砲を搭載した M37105mmHMC、ハウィッチャーモーターキャリッジ 155mm 榴弾砲を搭載した M41155mmHMC などの、 自走砲車台が正式化されたほか、75mm 放車自動砲を搭載した T22、12.7mm 重機関銃 M26 長を装備した砲塔を搭載した T77MGMC、マルティプル50キャリバーガンモーターキャリッジ、4.2インチ迫撃砲を搭載した T38 自走迫撃砲。変わったところでは、m 2 7 1 0 5ト、mm、ル無反動砲4門を、 搭載した対戦車車両 T19 など各種の車両が試作されている。多くの国では旧式化した M24 は M41 などに更新されたりして退役していったが、ノルウェーでは近代回収型のナノメートル -116 を1973年に試作。これは m 十四から十九両が改造され、九百七十年代後半に 舞台配備された。武装は、レーザー側延期付きのフランス製戦車砲、D-925-90mm 手厚砲に、乾燥、同軸機銃も 12.7mm 重機関銃、M2 に変えられていた。車体機銃は廃止され、副操縦主席は弾薬を置くスペースとなった。また、エンジンは 6V53P 水冷式、ディーゼルエンジンに、 変速機もオートマチックのアリソン MT650 に変更、夜間暗視装置も搭載されていた。本社は、軽駆逐戦車として扱われたが、すでに退役している。陸上自衛隊でも M24 をベースとして、戦後発の自走砲となるべく、SY、姿勢56式 105mm 自走砲を開発したが、一時、二次試作車共に、 十分な性能を発揮することが叶わず、計画中止となっている。東方特撮作品では、防衛隊の陸上兵力の中核として、初期の東方特撮作品にも数多く登場している。また、実際に自衛隊の車両を撮影したライブフィルムのほか、特撮用の自走式のミニチュアも制作されており、これらは後に61式戦車や90式戦車のミニチュアに改造されている。 東方と草津以外。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。